皆さんこんにちは。フルーツラジオパーソナリティの中根美智子です。4月も来週半ばで終わりますね。今年が始まったかなと思いきや、年度末やら卒業やらドタバタした季節が過ぎ去り、緊張の新学期、新年度がスタートし、なんやかんや時は過ぎていってしまうものですね。何かの節目にいつも思うことは、一日一日大切に過ごさなくてはということです。さて今日は壁というタイトルでお話をしていきたいと思います。壁というと皆さんはどのようなイメージを持っていますか？ベルリンの壁が1989年に崩壊しました。もう25年にもなるそうです。私の息子が今年25歳になりましたから、息子が生まれた年なんですよね。話が横道にそれてしまいましたが、ベルリンの壁から壁をイメージすると、そんなに高い壁ではなく人がよじ登れる高さでした。壁が崩壊した時、人々が壁に上がっている姿をニュースで見た記憶があります。でも壁も様々あると思います。非常に高くて頑丈な壁、時代劇でよく見る城を守る壁はそれこそ壮大で立ちはだかっています。どちらにしても壁というものは、そのまま歩くとぶつかってしまい、その衝撃で怪我をしたり、怪我をしなくともぶつかったことで痛さを覚えたりするものです。その痛さ、怪我の症状も様々だと思います。私が最近興味を持っているのが、人が作る壁です。人と人との間に存在するいろんな壁、私も半世紀生きていますので、それはそれは崩されないように頑丈に壁をしっかり積み上げてきたなぁと感心してしまうほどなんです。でもそれはかなり今となってはマイナスなことが多すぎたこと、これまでの人生を振り返って痛感しているところです。この壁、人間関係、コミュニケーションにとって大きな弊害をもたらしたりします。頑丈であればあるほどぶつかってしまうと痛みも強く怪我も大きいですね。よく私たちは、あの人は話しづらい、とっつきにくい、あの人は何を考えているかわからない、あの人はどうも苦手だ、または自分のことについて私はよく思われてないかもしれない、嫌われているかもしれない、喜ばれていないかもしれない、なんてこと考えたりしませんか？実は私も最近主人とそんな話をしていて、そういうことをダラ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 言っていました。すると主人の答えは、自分が作り出しているものだよね、というあっさりとした言葉でした。でもその言葉に否定するよりも、はたと考えさせられてしまいました。確かにそうかもな、自分が作っている壁なんだなぁと考え込んでしまいました。初対面の人には、誰しも壁を作って相手がどういう人であるか探りますし、苦手な人、嫌いな人には傷つけられないように、自分の触れられたくないところには触れさせないように防御し、壁を作ります。とにかく表面的な付き合いをあっちでこっちで、その輪を広げて友達の輪が広がっているかのように勘違いをしたりします。それは個人的なところだけではなく、社会全体がそのような風潮に走っているような感じがします。確かに深入りをしてしまって人間関係がおかしなことになったりすると、人と深く付き合うことを心からオープンにすることができなくなることも理解できます。だから壁を作っちゃいますよね。私は自分が本当にこれまでの人生の中で、あまりにも多くの壁を、小さいものから大きなもの、頑丈なもの、それに加えてしっかり何重にも鍵までかけていたりしていることに気づき、これからの人生、私はこのままで終わらせてはいけないと真剣に考え出しました。
もっと早くに、もっと若いうちに、それに気づいていれば、もっと有意義な人生を今頃は送っていただろうなと、悔しい気持ちもありますが、私にとっては今がその時だと思います。今気づいて、ここからスタートできるのですから、まだ幸いです。この見えない壁は、自分でも気づきにくいもの、わからないもの。ですから、自分だけの力で壊していくことは無理があります。神に委ねて、助けてもらわないと難しいです。そのためには、神様に自分が築き上げてきた壁を壊していただくよう、神の前に自分自身を明け渡す決心をしなければいけません。それは、私たちの側でしなければならないことです。これから実りある人生を歩みたいと強く望んだ時から、良い人間関係、コミュニケーションが築けるように、私がこれまでの人生で築き上げて完成させてきた一つ一つの壁を壊していかないといけないと、心底思うようになりました。日々の生活の中で、私の助け主、聖霊様は、本当にささやくように語りかけ、こんなところにも、あんなところにも、これでもか、これでもかと、一つ一つの壁に気づかせてくださり、今崩しにかかっています。時々は痛いです。悲しいです。苦しいです。情けないです。神の前で、情けない自分の姿をさらけ出されては、うなだれたりしています。でも、私がその示される一つ一つを受け入れて、神様にそれを明け渡したとき、また一歩前進している自分の姿を見ることができます。私の壁ぶち壊しの旅は、まだまだ続きそうです。それはイエス様のもとに行くまでずっとですね。それは人ともに歩む者にとって幸いなことだと感じています。その中において私は神とともにこの人生を喜び楽しむことも同時に教わっています。神様は私たちの天のお父さんでありますから、パチパチ鞭も打たれることがありますが、とても楽しく遊んでくださり、楽しく語らってくださり、心の底からくつろげる安らぎも同時に用意してくださっています。私たちは幼子のように父の膝で遊び、やんちゃし、くつろぎ、楽しむことができるのです。天のお父様は、私たちがいつもそうであることを願っています。ここで一つ聖書の箇所をご紹介しましょう。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩篇119編71節。それではここで一曲お届けしましょう。グローリアで奇跡。いつでもあなたを
近くに感じていたい。どんな時もあなたがそばにいてくれる。今までもそしてこれからもずっとずっと計り知れない深い愛を心からありがとう。フルーツラジオ、この曲を聴きながらお別れです。あなたの心の中で神様は豊かに働いてくださいます。天のお父様はあなたをこよなく心から愛しています。あなたはとてもとても愛されている存在だということを忘れないでください。フルーツラジオ、この番組はガブリエルステーキ各社の提供、皆様のご支援でお送りしました。そうな辛い時、私はあなたの名前を呼ぶ。止めどなく涙あふれる時、私はあなたのことを思う。喜びで胸が弾む私の心は。厳選されたビーフと琉球アグー豚を特選オリジナルソースで堪能。海と夜景の見えるテラス、五感で味わう料理は極上です。デポアイランド内オークファッションビル2階、ガブリエルステーキ。